高級フルーツ、シャインマスカットを狙ったとみられます今年8月、出荷前のシャインマスカットおよそ50房を盗まれたという愛知県高田町のぶどう農家の男性町内のスーパーでは 1房2000円程度で売られているシャインマスカット5次房を一度に盗んだのは転売する目的だったのでしょうか男性は警察に被害を相談していましたが一昨日の深夜警察官がハウスを警戒していたところ男が現れたため現行犯逮捕しました男は無職の山本弘義容疑者で 盗み目的でハウスに入った建造物侵入の疑いが持たれています。調べに対し容疑を認めているということで、8月にシャインマスカットを盗んだ疑いでも調べる方針です。